調子化は台湾の昇華圏出身の元プロ野球選手、宇藤右内。2001年に開催されたアイブフワールドカップ3位決定戦で日本代表をご安打カンプして注目を集めた。翌年2002年からは誠大太陽でプレーしていたが前年の日本代表戦での活躍もあり、同年の4月30日に読売ジャイアンツとの争奪戦の末西部ライオンズに入団。 公式には発表されていないものの、ベースボールマガジン社が発行するトレーディングカードの記述によれば10年契約であったという。シーズン途中入団ということもあって、来日当初は兄軍で調整を進めた。その後6月2日の日本ハムファイターズ戦で来日初登板初先発を果たし、6回無失点で来日初勝利を挙げた。 6日後の千葉ロッテマリーンズ戦では6回から登板し、4回を無失点に抑え、来日初セーブを挙げた。7月1日のロッテ戦では、来日初関東となる初完封勝利をマークすると、そのまま先発ローテーションに定着し、故障離脱した松坂大輔の穴を埋める活躍を見せた。途中入団だったこともあり、最終的に規定投球回には到達しなかったが、 19試合の当番で10勝4敗1セーブをマークし、リーグ優勝に貢献したほか、国際大会では、チャイニーズ台北代表として活躍した。一方自身の獲得を争った巨人との、日本シリーズでは、第3戦に先発するも、打線の勢いを止めることができず3回0、3を投げて5失点で越され、敗戦投手となってしまい、チームは第4戦も敗れ、 ストレートの4連敗で日本一を逃した。2003年も前年の活躍もあり、先発ローテーション入りしたが、防御率4点台と安定感を欠き、7勝7敗の成績で終わった。一方、札幌ドームで行われたオリンピック予選で韓国、中国を抑えて、アテネオリンピック出場を決めた。2004年も引き続き先発として活躍し、 オールスターに監督推薦で選出され、第2戦で2番手投手で登板、勝ち投手になった。アテネオリンピックにも中華民国代表に選出され、カナダとイタリア戦で先発した。しかしその後は、台湾チーム敗退後に、日本に戻らず、バカンスに興じていたこともあり、以後制裁を書くこととなってしまう。9月21日のロッテ戦では、ベニー・アグバヤに、マット・フランコ。 李性用に三者連続ホームランを打たれた。同年は来日初の規定投球回到達を果たし9勝8敗の成績を挙げた。しかし、中日ドラゴンズとの日本シリーズでは第4戦に先発するも3回1、3を投げて5失点で敗戦投手となり、またも日本シリーズでは結果を残せなかった。だが、最終的にチームは12年ぶりの日本一を果たした。 2005年は肩の故障もあり来日初の一軍未登板に終わった復活を期した2006年のシーズンだったが直球のマックスが時速 130km を切るなど前世紀の9位が戻らず2年続けての一軍登板なしに終わったそして9月30日契約期間を残したまま球団から翌年の契約を結ばないことが発表された2008年5月に 中華職業棒玉大連盟のラニューベアーズに入団。かつてほどの給位はないものの、先発投手として復活を果たしつつあった。2009年10月、台湾プロ野球界の長年の問題である放水問題で事情聴取を受けたが、容疑を否認。長期間の拘束を免れるため、保釈金を支払い、ラニューは12月15日付で長を解雇した。 2010年2月10日、台湾検察当局は、調子やら選手監督7人を含む24人を、賭博罪、詐欺罪で起訴した。調子家は、懲役2年を求刑された。2014年8月13日、台湾高等法院は、懲役2年もしくは、罰金の判決が下り、陳知縁、蔡豊康、陽広東らと共に有罪が確定した。二千二年四月、 台湾 GMM からアルバム It's My w a l をリリースした。ありがとうございます。